カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。サムイの日浦です。よろしくお願いします。何ね、何や今の間は。今の間は何や。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために、配信している番組でございますということで、はい、なんか変な間が入りましたが、はい、きっとこれはあの小村正史監督の呪いじゃないかなと思うんですけど、の間をね取るのが好きな監督ですからね。はい、で今日はですね、はい、1月22日でございます。はい、世間はきっとコロナが吹き荒れてるのかもしれませんが、ここはかもしれません、ね、かもしれません、はい、かもしれません、本当にどうかわからないんで、うん、はい、わかりませんが、22日はどんな日なのか、はい、はい、よろしくお願いします。この日何の日、気になる日です。はい、今日は、はい、日浦さんの大好きなカレーライス、何何の日です。おお、マジでマジでマジで、はい、カレーライスの日です、はいはい、カレーの日となっておりまして、1982年昭和57年の1月22日に学校給食創立35周年を記念して、はい、小中学校の児童、800万人にカレーライスの給食が出された日となっております。800人ちゃうな、800万人です。そうなの、初めてカレーライスが給食に登場した日となって、何年で 1982年、昭和57年です。俺小学校6年生やん、ってことは俺食べたな。ちょうどね、その800万人の中に俺入ってるな。そうなの、全国で800万人なんや。はい、いやでも800万人って結構多いですよ、ね、まあまあ多いと思いますよ。はい、でだって800万人って大阪府の人口ぐらいでしょ。へえ、そうなんや。いや、カレーライスの日なのね。カレーライス。カレー、いや、もうそれはもうちょっとカレー探検隊隊長としてはさ、ね、カレー探検隊隊長としてはちょっと、もう聞き逃せないというかね。おお、そうなんや。まあまあ、カレーっていうのはね、まあもともとね、日本では、あれですけどね、海軍でね、海軍の中で栄養がよくたくさん取れる、まあ要は、はい、ね、野菜がいっぱいあって、で肉も取れて、でまあいろんな栄養素が入って、まあ、炭水化物もあって、はい、ということで、栄養がいいからということで、海軍がね、船内で調理しやすいしね、ということで、そうなんですよ、それで作り始めたのがきっかけと言われてて、まあ、よく横浜とか横須賀とかの海軍カレーとかも有名やったりね、はい、しますね。海軍カレー食いに行きましたね、俺ね、横須賀でね。もう本当に死にかけた。あれは死にかけた。もうこんな揃えたからね。あれはよう食うたと思うわ、本当。で、出るまでもものすごい時間かかって苦しかったんですけどね。まあまあまあ、そういうとこから始まってるんですけど、まあ、元はね、もちろんインドから始まってるんですけど、インドからイギリスに行って、イギリスからイギリス海軍を乗りとした、日本海軍が、まあ、イギリスで海軍が食べてたカレーを、また模範にして日本風にアレンジして、ああいう風になっていったんですよね。カレーライスっていうのは日本、日本ですね、日本ですね、はいはいはい、ご飯にお米にそうそうカレーをかけるっていうのはもう日本人ならではない、はい、で、実は肉じゃがっていうのも、うん、あれカレーから始まったって言われてるんですよ。そういえば中身、中身そうですね。そうそう、ルー入れへんかったらね。はいはいはい、でしかもあれはカレーを作ろうとしてみて失敗して。おお。で醤油、そう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 。醤油と砂糖みたいな。そう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 。で味付けしたというやつが実は肉じゃがのルーツらしいですよ。はい、中身一緒ですもんね。ああ、ですよね。そうそう。まあ余談ですけど、あれですけどね、料理研究家で有名だ、土井勝さんって、ね、はいはい、もう亡くなっていらっしゃらなくて今息子さんがされてますけど、はい、土井勝さんも実はもともと軍隊入ったって、調理やったんですよ、はいはい、だから軍隊料理で学んだものを基礎として家庭に普及してた、だからあの肉じゃがすごい得意と、はい、そんなことはまあ余談なんですが、はい、ということでカレーの日なんですね。今日はカレーの日、カレー、みんなじゃあもう1月22日は皆さんカレー食べてください、ね、はい、ぜひカレーを食べていただきたいと思います。はい、はい、ということで、あとなんかショートケーキの日とか本当はショートケーキの日ですね。ね、なんかね、はい、
15日がいちごの日で、そのいちごが22日の上に必ず乗っかってるですね、はい、なんかそういうことがあったらしいんですけど、はい、まあそれ忘れたはったので言うときました。はい、はい、ということで、さあそれではですね、はい、いよいよでございます、はい、いよいよでございますよ、はい、お待ちしておりました、はい、お待ちいただいてましたでしょうか。はい、後編でございます。このプレゼンありかなしかね、はい、先週は前回はあの西成五郎の4億円ということで、はい、上西雄大監督と、木下ほうかさんのインタビューをさせていただいてたんですが、はい、なんと途中でブツッと切るという、しかも一応おいどうなんのっていうところで、切られたというね、はい、すごい編集の仕方をしておりまして、はい、ということで後編を、はい、今回はお送りしてですね、後編で終わりですよね、終わりです、はい、いや、あの、また映画、あの、映画もね、あの、はい、前後編なんで、あ、はいはい、そう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 、あのだからあの実はインタビューも前後編にしてみたと、はい、いうことではあるんですが、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。まずは判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、はい、いきたいと思います。はい、このプレゼンありかなしかスタート。西成、日雇い労働者、五郎。俺はこれまで人を殺して家族を守った。そのために俺はまた血にまみれた銭をつかみに走る。俺の4億円の獲物や。豪華なことや。ハゲ、すげえハゲてんのとちゃうん。何五郎やんか。愛する娘のために戦う無敵の男。はよ捕まえや。西成、うちの娘に差し出せ。なんでわしの息子を殺した。男やるな。行けこら。金くれ、金がいる。カオスの街で巻き起こる金金金のサバイバル。全員殺しちゃう、殺しちゃう。西成五郎の4億円。加藤正也さんとかも、うん、もうこの使い方するの上西さんしか言いへんのちゃうなと思うぐらい。これ普通本人嫌がりそうですよね。ですよね。でもこのキャラ作ったのは、あの加藤さんと僕お茶飲みながらこのキャラ作ったんですよ。いやだからそれも加藤正也に対する先入観で、はい、ですよね。でも意外とこんなんやりたがっとんねん。いや僕でもあの見ててすっげえ楽しそうにやってはるなと思ったんですよ、ね、そうです。でも言うときますけどね、はい、あの加藤さんは、はい、その役じゃないんですよ、うん、意識的にそうなってるだけなんですよ、はいはいはい、あのそういう自然現象でそうなってる人じゃなくて、はい、あの宗教上の考えでそういう役をしてる。はい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 、そうですよね、そうですよね。だから五郎はあのそこを作る、はいはいはい、ね、身体的なことをゴロが続くとゴロいやらしい、うん、そうです、ね、ゴロも分かってて、はいはい、まあ、三の線というか完全に三の線に三にならないんですよ。いやこの衣装もね僕デザインしたんですよ、はい、普通こんな衣装僕着たら爆笑ですよ本当に、はい、もうこの吉本新喜劇この服着て出てきたらもう出てきただけ出落ちですよ、はい、でもかっこいいんですよ。そうですね、そうね、なんか全然違うよこの、うん、生き物の違う生き物ですね。この辺ででかい銃使ってくださいって言ったら、はい、この銃の打ち方や、あの打ち方はあの加藤さんが自分でこうアレンジして。ああそうなんですね、はい、めっちゃかっこいいですよ、うんうん、まあね、関西、加藤さんの関西弁がね僕ら普段から聞いてて、はい、関西弁がかっこいいんですよ加藤さん、うん、この人はどこや、奈良です。奈良か。五郎とあのゴルゴダの関西弁の掛け合いが、はいはい、すごいもんできてると思います。木下さんとゴル、まあ、あの加藤さん出てきての掛け合いにその上西さんが入っていったはるっていう、あそこが僕はものすごく面白かったんですけど、であのラストのところでの掛け合いもものすごくかっこよくて面白かったですし、はい、ですね、あの最後ね、ジュリアンのジェンマの話するとことか、はいはいはい、あそこは僕本当にあの撮り終えてから見てすごい空気ができてるなと思いました。あれでしょ、あのオープニングバーンってきた、あの死闘編のオープニングバーン見た時に、はい、ビビったでしょ。ビビりました。え、これなんぼかかってんのって思ったでしょ。すごい映画やと思ったでしょ。いやいやいや、すごいなと思いました。ノーマルクラスの映画なんてない、はいはい、
なってでしょ、あの始まって、あの、ほうかさんの顔を着て、はい、あそこガーってこう、ほうかさんちょっと下向いていけもって寄っていって、そこで顔上げてもらったとこなんか、あんなほんまにすごい大作の匂いになってましたね、はいはいはい、今までの上西作品とはもう全く一線を画する。そうですね、だから進化してますよね、はいはい、確実に進化してますよね。逆に言うと、これ撮ったちょっちゃったからこの次どうすんの公開してない映画が6本ぐらいあるんです。そうですね、はい、あのこれ実は僕が一番最後に撮った作品なんですよ、はいはい、だからこれが一番僕上西作品の中で一番進化した完成作品なんですね、うん、はい、これが上映した後これの前に撮ったやつどう上映しようかって上映僕も一本出てるのあるんですよ別の、はいはいはい、これ上映するんですか。するのねじゃあ今週そのタコのミニ作品シリーズとハイバジェットシリーズともう完全に別物と思って見に来てもらうのが一番なんですよね。舞台挨拶で説明します。量産しましょう。量産もっと作りたいですね。これはあのこういうやつですね。西田さんは死ぬまでやりたいんですよ、はい、死ぬまでやって高岡さん追いかけたんですよ。絶対殺させないみたいな感じがあって思うんですよ。常にボスキャラでラスボスで生きる。あいつ腹立つわってなってくるじゃないですか。あいつ早く殺されるやって見てるは思うけどヒューヒューと逃げていく。スーパーマンで言うたらジン・ハックマンみたいななんかそれでできればあの西成五郎ハリエ行くとかね。ああいいっすね。海外いいっすね、はい、撮りたい。西成やのにパリみたいななんかいいですよね。面白いですよね。僕ね、エッフェル塔とゴルゴダがめっちゃ合うと思うんですよ。おー、はい。それはね、なんかこれ やらせて続いていったら、はい、あのゴルゴダ来てて、エッフェル塔のそばに。いや、これもヨーロッパか。ヨーロッパでと。ヨーロッパで。バジェットも10億クラスの映画になってくれたら。そうですよね。はい。ただもうアーストンマーチン、バッ。いや、これなんかさ、なんだよ、この外国の大物プロデューサーが見て、おー言って、リメイクやったあれか別の人がね、これをこのまま持って行ってもらわないといけないですね。プロが海外に行けるぐらいかな、はい、まあ、だから金出してくれる人がそうですね、そうですね、はい、好きなだけ使え、どんなもんでもいいから作れ言って、うん、ポーンって100億ぐらい、なんか本体みたいな人がね、ポンとこう闇金姉妹のことはね、はい、もうちゃんとあの広めていただきたいです。闇金姉妹、はい、この闇金姉妹のぶっ飛び具合が、はい、闇金姉妹のシリーズを別に作りようかなと思ってます。おお、まあ闇金姉妹スピンオフ主人公バックストーリーありますもんね、はい、この人らあれですよ、普段ねおとなしい地味なんで、むしろ本当地味なんで、はい、やるときやりよん、はい、やるときレッドゾーン行く、はい、これが俺のギャップが、はい、この間も俺あの京都でさ京都映画祭をやった時、うん、舞台でちょっと新喜劇の人間と生でちょっと絡んで、はい、でちょっとオチをやるんですけど、はい、大丈夫かと心配してて、はい、本番ちょっと超えたもんね。ああそうですか、合格点を超えてやってはったから、はい、だからコストラの別の作品は確かにあり得るね。その時はまあゴロあのサブ役で出て、はい、こっちがメインで、はい、うん、形でやらせてもらった。古川さんとかも完全に振り切ってるし、古川もちょっと普段とこのやらした時の、はい、もう人間の構築がもうほんとちょっと超人的なんですよね。すごかったですね。でもあれですよ、ないものはできないよね、はい、ということはどっかにあるの二人とも持ってんの。ほんまそうですよ。ないものは出ない。どっかにそれが存在するから出せる、はい、っていうことです。なるほど。まあ、いろんなキャラクターがそれぞれバックボーンがあるっていうところがすごいまた面白いなって思う。誰を取ってこれスピンオフ主人公作れる。この人も面白いね。奈良聖輝。奈良。ちょっと怖い目してんね。言っとんねん。リアルななんかやってるんちゃうの。やめてのつな感じ。はい。津田さん、かっこよかったですね。信じてね、はい、奥田英二さんとの、いや、奥田英二さんすごかったですね、はい、さすがの高橋さんとのところ、はい、どうでした。いや、あそこ泣きましたね。そうでしょう、はい、アクションエンターテインメントでありながら、はい、
泣かせるんですよ、はい、うん、そんな作品はあります。いやいや、なかなかないですね。あるでしょ。笹野さんの演技ってやっぱり勉強なんですよ。笹野隆史や真似できないです、うん、すっごい人間色が、うん、こんな人間色の濃い、僕はあの日本一っていうか世界一こんな人間色の濃いお芝居される人、うん、歌舞伎までできる人ですかね、この人。そうです、本当天才、天才の集合体ですよ、はい。だから本当に見どころはものすごいたくさんあるというか、そう、あの車とかね、はい、バイクとかそういった走行も見応えあるし、はい、もちろんそのアクション、はい、戦い、ガンアクション、はい、いろいろありますよ。そうですね、フェラーリとこうハーレーでガーッと走ってるとことか、めちゃめちゃかっこよかったですね、あれね。でしょ、はい、あの時あのハーレーで、はい、どこまでこのフェラーリと戦えるかと思ってやったんですけど、はい、あの買ってましたね。あ、買ってやっぱバイクの方が瞬発力はありますね。あー、なるほどなるほど、まあ、で、あれですもんね、首都編ではポルシェやしみたいな、ポルシェターボ、はい、じゃあですね、あのお時間もそろそろ、なので、うん、お一人ずつですね、見てらっしゃる方にこの作品についてですね、まあ一言おっしゃっていただければと思うんですけど、じゃあまずは木下さんから、まあ、あの、はい、前編見た後に続けてぜひお一人で、一人の私をあのまあ今までに見たことない部分あるし、今まででよく見たような部分あるけど、うん、ちょっと期待しておいてもらいたいですね。そして雅也との面白いバディも、はいはいはい、さあじゃあ監督、西成五郎の4億円、僕はもう死ぬまでこの西成五郎でいたいと思ってまして、本当にそれぐらいの思いが詰まった作品で、アクションエンターテインメントながら、ね、感動して涙できる作品になりました。本当にこの出演陣見て、見たくないと思う人いないと思うんですけども、ぜひ映画館で前編、死闘編ご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということで、上西雄大監督と木下ほうかさんでした。どうもありがとうございました。はい、はい、ということで終わりました。はい、ようやくインタビュー完結編で終わりました。はい、まあまあ、あのいろいろ感想はあるかと思いますが、とりあえず、判定の方から先行っておこうかなと思います。はい、はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定。はいはいはい、またまた久しぶりの丸ごとでした。久しぶりや。いや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 、もう前回までバツは出るわって、もうちょっとあれでしたけどね。はい、はい、ということでですね、はい、どうでした。でもどう見たいですね、うん、見たいですね、ね、めちゃめちゃ見たい、なんかめっちゃ面白そうと思って、ね、面白そうでしょ、はい、うん、豪華キャストで、豪華キャストで、ね、そうですね、はい、加藤雅也さんがどんな使われ方をしてるのかね。いろんなお話がありましたが、まあ、確かにね、松原ジェイコさんとかね、うん、あのね、多分ね、あの予告編とかでは一瞬しか出てきてないですけど、はいはい、もうあの一瞬のあの感じがずっと続いてるでしょ。ものすごい甲高い声で どないな飛んでやみたいなことをずっと言うてはる感じ あの大臣の役なんですけどね、うん、はい、そんな感じで、いろんなものがね、凝縮している作品だったりとかしますんで、はい、ぜひぜひ、皆さんにね見ていただきたいな。高橋さんどうですか、何か補足はありますか。いや、面白いですね。映画もね、面白いんでね、うん、見てほしいですね。まあだから、なんか難しいこと考えて見る作品じゃないんでね、うん、うん、あのとにかくあの見て楽しむと、うん、おお、こう来たかみたいな、そういう楽しみですね。で、あと、これ前編で言ってたかな、あの上西監督も言ってたと思うんですけど、その東映セントラル、あ、言ってはりましたね、東映セントラル作品みたいな作品っていうのを目指したっていうのは、はい、もう、うん、まあ、もうまさにそうだよねって、僕はもう本当に東映セントラル作品大好きで、はい、まあ、例えばどういうことかというと、松田優作さんがね、あのメインで張ってやってらっしゃった、うん、その遊戯シリーズみたいなやつもね、あれも東映セントラルですし、はいはい、まあまあ探偵物語に始まる、うん、あのドラマシリーズがね、いろいろあるんですけど、うん、ああいうのが、まあ、東映セントラルのね作品だったりとかするんですけど、はい、はい、もう僕もあの辺のシリーズ大好きで、うん、はい、VHS で持ってるとさ、今見られへんのよね。
VHS 見られへんとかいうのがあったりとかするんですけど、はいはい、撮り方的にはその昔の撮り方そんな感じですね。でもね、あのそうなんですけど、うん、あのまあ、今撮ってるわけなので、はい、今の技術である意味チャレンジされてるのもすごいたくさんありますね。だからあのテイストがそういうテイストで、うんうん、あの作られてるんですけど、はい、撮影技法なんかはやっぱり今の技術ですっごいチャレンジされてる、はい、あのいろんなことをされてますね、はいはい、あのそういう、まあ、クロート的なことでいうとそういうのはたくさんありますけど、はい、あのまあまずその何やろあのそんな細かいことどうでもいいです、あの、うん、おもろいから見てっていうそんな感じの作品だと僕は思うんですけどね、はい、あの仕掛けは相当ありますから、はいはい、でもう奥田瑛二さん石橋蓮司さんなんかめちゃめちゃかっこいいですからね、はい、あのそういう脇を固めるあのものすごい役者さんたちの演技もそうなんですけど、演技っていうよりそこにその人たちが配置されてる、うん、この配置によって物語がどんどんこう大きくなっていって、あの最後どう終焉していくかっていうところが、うん、多分あの見てる方としてはすごくあの痛快で面白いと思います、はい、あのぜひ、そういう作品大好きな方見に行っていただきたいなと思いますね、はい、はい、ということで、西成五郎の4億円前編と、首藤編の、インタビューということで、上西雄大監督と木下穂香さんのインタビューでございました。ありがとうございました。はい、ではあゆみ、はい、おはようございます。はい、お店の情報です。はい、24日、ネスネルキームラッシュがございます。はいはいはい、走るイベントです。はい、19時から走り出しまして、うん、まあ、18時ぐらいからね、お着替えとか、うん、もうやめてるしてもらって。もうやめてる、はい、19時から走り出しますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、参加費が1000円となっております。はい、ワンドリンク付きとなっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい。はい、で28日金曜日は、マテリアルのチョイスな日ということで、はい、平日チョイスを行います、はい、18時オープンの19時スタートですね、こちら日本の一番長い、おお来た、おお、どっち、はい、どっち、2015年の、ああ原田さんのことなんですね、はい、はい、こっちの方を楽しみたいと思っておりますので、はいはいはい、ぜひぜひ、ね、これはね、岡本喜八バージョンも原田バージョンもどっちも長いですからね、あトイレ休憩欲しいぐらい長いです。でも、はい、ものすごい作品なんで、はい、まあ、僕はぜひ日本人ならば一回見といた方がいいと思います、ね、うん、はい、はいはい、あの終戦直後の日本の、その裏で何が起こってたのかっていうね、はい、軍部がどう動いてどうなって、実は、終戦したはずなのに日本の国内で血が流れてたっていう。この事実はやっぱり日本人として知っていてほしいですね。はい、はい、楽しみましょうね。はい、と、はい、いうことになっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、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 またね、2月もたくさんイベントしたいと思っておりますので、はい、はい、どうなってるかわかんないかわかりませんが、はい、はい、お待ちしておりますので、お願いいたします。はい、はい、じゃあ、さよなら。はい、さよなら。はい、高橋さん。おはようございます。今日も池田隆史でございます。夏のコーナーでございます。はい、はい、今日はね、上西雄大監督に、はい、勝つような監督、勝ち負け勝つようだからな、うん、あ、上西雄大監督もね、まあ、はい、雄大監督ですが、私の好きな、はい、海外の方も、ああ海外のね、この監督の作品を日本語を紹介したいと思います、はい、その監督名はジョン・カーペンターでございます。はい、1本目デイズ、ディグですね、はいはいはい、来た来た、これ出演がロディ・パイパーさん、はい、プロレスラー、プロレス、プロレスラーです、ね、新日本プロレス上がってました、はい、僕見てました、なんか見ながらこれ監督さんを知ってはるやつなんですかね、はいはい、で、まあ、キース・デビッドというね、あの監督の優勢感の舞台、はい、出た方も出てるんですけども、これ一応 SF でホラー映画なんですけど、はい、1980年代の社会風刺みたいな感じ、うんうんうん、で、前は乗っ取られてるという、はいはい、その異星人に置き換えてるんですけども、世界はコントロールされてるという、ね、はいはい、ね、作品でした、うんうん、でだから今のなんか日本にもうこんなんちゃうかって言いまして、ね、はいはい、これは今見るべきやという方もいますけど、うん、なるほど、もう去年、劇場でまた見たんですけど、うん、こんだけスピード感なかったかなと思います。ああ、そうそう、初めて見た時ってね、うん、
結構なんかいろいろとこう 思い込みもあったりとかして、こうなんかタイミングがねもうちょっと早く感じたり遅く感じたりいろいろあるんですよ、ね。今日の見たらこんなこんなやったんですよ。ちょっとコメディ要素が入ってて、はいはいはい、でも逆にそれが無駄やんか。もう一回見直してみたらね。見直してみたらね。だからちょっとあの2回見て割合残念になった。だからコメント少なかったんか、あとに。だと思います ね、 、はい、ね。でもそれからですね、はいはい、私が生涯一番怖いと思ってる、はい、おキューカンペーターのためにちょっとレンタル落ちて、はい、申し訳ない、はい、パラダイムっていうことなんですけど、あの我びっくりさせ映画とか、うん、なんかもう目を追いたくなる映画ってあるんですけど、これはね、あの公開日にあの大阪の OS 劇場のキズナマじゃないんですけど、うん、あのでかい画面で見て、うん、手に汗にいるっていう、うんうん、怖くて、うん、めっちゃ手に汗かいたっていう、うん、今まで生涯一番手に汗かいたんで、これ2回目見て大丈夫ですか？これまだ2回目見てないです。あ、見てないんや、もうそうだ、はい、これもだから、音楽もまあジョン・カーペンターで、はいはいはい、出演者がドナルド・プレザンスって言いました、はい、ハロウィンのあの警部ね、はい、一作目の、はいはいはい、あのスーツが今回これ主役で出てるということで、愛と青春の旅立ちの、うん、あのリサ・ブロントっていうあのはいはいはい、女の友達にですね、はい、が出てまして、ね、これだからちょっと教会で、ある教会でその液体が入った、うん、あの家紋が発見したら、うん、まあそこらは実は悪魔が封印されてたに違うかっていう、うんうん、でそれを解いたためにいろんなことが起こるということで、ちょっとオカルトっぽいんですけど、なんかこれもめっちゃ怖いですね。はい、なるほど。できたらちょっとここで。やりましょう。やりましょう、ね、やりましょう。見たいんですけどね。上映やりましょう。やる、見たい見たい。もしかしたらちびるかもわかんない。おお、やばい。まあ、トイレすぐそこやから大丈夫。わざわざが、その、今まで生涯一番怖い映画って言ったら、うん、これかなと思いました。はい、じゃあ皆さんの成人のおむつを用意して。まあ、持ってますね。あでございます。はい、ぜひとも、はい、怖い方はこれに聞いていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、映画ひとつぼっち、関西でも上映が始まりました。14日からジストシネマ和歌山、そして15日からは重曹シアターセブンですね、こちらの方で上映が始まっております。このひとつぼっちの今私が持っているこのパンフレット、実は私日浦がデザインさせていただきました。ということでですね、こちらのパンフレットに副島監督と主演の平山琴葉さん、脚本家の春純さんはじめ出演者の皆さんのですねサイン入りのパンフレットをこの番組でなんと5部プレゼントさせていただくことになりました。イエーイって、なんか乱れてるよ。ということでですね、こちらの動画のコメント欄にパンフレット希望とコメントいただくか、もしくはカムイのメールアドレスの方にメールいただきましたら5部プレゼントさせていただきますので、ぜひ振るってご応募よろしくお願いします。映画も見てね。はい、ではエンディングでございます。はい、はい、ということなんですが、はい、今日もまあなんかあのなんかあれですよね、あの年末のあの年末と年始のあの2回を経験しているところを4人でやってるのがすごく寂しく感じるって、なんかあのね、あの高橋さんが言ってたんですけど、確かになんとなく寂しいな。シンプルではなくて、うん、なんか意外とあれ好評やったんですよ、いろんなところで聞いたら、はい、なのでまたどっかでね、集まって、座談的にやるっていうのをやりたいなと。はい、はい、今日はこんな感じでシンプルな感じで終わりたいなと思っております。またあの来月もあの多分インタビューとかね、いろいろと出てくるかと思いますけども、どんどんまたねできるだけやっぱり映画応援していきたいなと、まあ、自分も撮るつもりなので、どんどん、皆さんで盛り上がっていきたいなと思ってますので、なんかあの紹介したいぞとかっていうのがあったらあの持ち込んでいただいても全然構わないのでよろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。